皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月30日、21時34分、大谷翔平選手、本日の日程が終わりまして、さまざまな成績、達成おめでとうございます。途中からね、まあまあもう日程、とりあえずプレーオフまでのその何て言うんですかね、ペナントレースのシーズン、まあまあこれからそのトーナメント戦だとかそういった形になるんでしょうけど、一番バッターで打線もっていうのが途中から一瞬ですよ。その時笑いはしないんですけども、まあついついね、頭の中で何回かこう記事を見てる時とか、その試合中じゃない時間帯の時に面白いことしてるなと。いやね、まさか三冠王直前までなるとはちょっと予想外でした。まあホームランの数に関しては、まあもともとそのアメリカの方で、まあ日本人としての記録が、村上選手は56号でしたっけ、日本人選手で最多のホームランの数が、まあそれもまあメジャーリーグで、更新したらいいと、まあそういうふうなことも以前言ってたことがあって、もしかしたらこれできるんじゃないかなっていう、まあ感覚でした。もうかなりきつかったですけどね、本当にいちいち6打数6安打の3ホーマー、 あれはね、もうそれね、あの日も僕もう5時間ぐらいしか寝てないですよ、本当にね。いや、スクエアエニックスさんたちも多分頭の供給源になったりしてるんじゃないかなとは思うんですけど、分からないですよ、分からないです、これは本当に。睡眠時間どうなのだとか、まあそういうふうなところまで話聞いてみなかったら分からないんですけども、その頭の供給量を飲んだとか。いやね、9月の時点で、9月上旬ぐらいでしたっけ、中旬ぐらいでしたっけ、中旬ぐらいでしたっけ、上旬ぐらいでしたっけ、2割8分台ぐらいでしたよね。これも三冠王はもうこれは無理だろうなと、打率の分は。まあ、それはそう思ってた時、ものすごいいろんな事件、今まで。内容とか発覚。まあ、やっぱ1日6打数6安打だとかの固め打ち、まあまあ4安打の日とかもありましたけども、あれで一気に打率上げてきた時に、これ三冠王あるかもしれへんなと思って。これはすごいなと。一番バッターで打点王だけで十分すごいのに、普通一番バッター打点王なんかならん。まあまあその辺のところはもともと、まあ第2面でその好調だった、好調というか、まあ強打者の人たちが多い、まあドジャースというチームへ行ったっていうところが、まあ打線のつながりの部分ですね。まあその辺のところでトップバッターの方に、ランナーがいるような形で、回ってきている。最初の方、大谷翔平選手、まあ翔平、なんかこう、得点圏打率がどうこうみたいなことを言われてたと思うんですよ。で、まあ僕からしたら何言ってんのぐらいの形だったんですけど、後から。もうすごい追いかけ始めたでしょ。だからその辺のところがね、ある仕組みがあって、まあその辺のところ、阪神タイガースの試合である程度説明して、まあ言ったりだとか、まあ記録化はしてるんですけども、まあまあその辺のところとかはだいぶ、まあ聞いてる部分はあるんじゃないかなとは思っています。で、未来の時間軸からニュース見ていてね、頭の中は自動でさらに行っていたり、未来の時間軸が足の力が行っていたりとか、まあ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 別にそれはいいんですけども、まあまあ睡眠不足の日はね、もう勘弁してくれみたいな状況、本当はなってます、なってます。他の人へのおめでとうのメッセージ、まあ先ほど大野里関かな、この間大関に昇進した力士の人がいるんですけども、石川県出身の人なんですよ。で、まあ応援していた部分もあると。
で、もう言ったはいいけども、自分の方で忘れてますから、対象者の数が多すぎて頭の供給の行き先 プロ野球の試合とか J リーグの、まあ、国内の試合とか、まあ、大体気にするじゃないですか。で、大体18時から何だとか始まったりするのに、そのだいぶ前の時間帯から、17時30分とかやけど、なんで頭なんか取られるのやろ。で、たまにプロ野球界、日本のプロ野球界で、17時45分から試合開始とか、17時30分とか、ごくたまにあるんですよ、本当に。嘘、試合始まってたのっていう時。そこまでしますみたいな形で、一応まあ僕の方もね、言ったことがあるのはあるんですよ。あんまり夜遅くに、小学生とか中学生は帰るのはよろしくないと。まあ、僕の家からだったら、まあ、甲子園行こうと思ったら、大体まあ、片道往復、まあ、片道で大体まあ、2時間ぐらいで、まあまあ、駅降りてから、球場近くまで歩いていって、まあ、中入っていって、まあ、スタンドの席に、座席座るところまで考えると、まあ、大体2時間ぐらいなんですよ。まあ、近隣の、まあ、兵庫県内で、まだ、神戸市っていうと、西宮市と、まあ、近いですけども、2時間ぐらいかかってしまうと。まあ、だから、それ考えて、まあ、他球場もそうですけども、ある程度遠方の人も見に来てるはずなんですよ。だから、そうじゃなかったら、毎試合毎試合、満席になるっていうことは、まず、ちょっと考えれないので、だから、まあ、ちょっと早めに試合開始だとか、まあ、そういうことを一回言ったことあるんですけど、これが、今度はね、試合開始の わけわかんなくなるんです。もうしょっちゅう調べなきゃならなくなって、本当に。で、まあまあ、大野里席に関しては、まあ、自分でも納得して、いるんですけども、コンピューターの自動設定で頭の供給 ずっと取られる おかしい、まだ、これ。インターネットとかたまに嘘の表記とかされてたことあるけども、プロ野球界でもサッカー界でもそれやられてるんですよ。いつか試合始まってるって、嘘、18時で試合開始って書いていたのに、17時45分とかから試合始まったことが、本当にあったんですよ、今まで何回も。で、だんだん不安になってきて、どこ行ってるの、どっかで試合始まってるのかな。まあまあ、そんな話もちょっとね、状況があって、まあ、あれなんですけども。まあ、今年言うと、カブスの今永選手とか、あとは鈴木誠也選手の場合は、まあ、たまに意図して送ってしまったりしてるとき、特に今永投手とか結構されてたんですよ。で、彼らが投げてるその時間帯にこう起こされるっていう。あとはね、人間が起こしに来るやつらいるんですよ。昨日かその前の日かな、0時00過ぎに、原山整骨院に車が来てね、車のドアバタンってやられて、まあ、最近110老人室に新しく老人男性が住み始めたみたいなんですけど、まあ、その人もくしゃみの声で、ね、ああ、その人も起こされたかと。で、その次、夜中の3時30分ぐらい、車のドアバタンって、本当、あれやられたね、本当。も大変ですよ、本当に。で、ただでさえコンピューターの音とかで頭なんか取られたりとかして起こされたりされてるから、せめて人間ぐらいはそれすぐやめようと、本当に。まあ、本当にそれで人殺せてしまいますから、まあ、私の母親もそれ、まあ、巻き込まれて、早死にした方ですから。まあまあ、ちょっと最後、ちょっと、お祝い事じゃないような話がちょっと混ざってますけども、まあまあ、その辺のところはね、まあ、お祝い事の話に、戻って、まあ、うまいことしたなと、98勝っていうのが、あらかじめ僕言ってたじゃないですか、去年100勝以上した球団が、やっぱり優勝できなかったじゃないですか。で、これ、法の下の平等がすごく効いてるみたいで、例えば、今、秋季大会で高校野球が行われてますけども、例えば埼玉県、まあ、埼玉県といえば春日部共栄高校だとか、あとは浦和学院だとか、そういったところが強豪校じゃないですか。政府大って聞いたことあります？翔平もないでしょ。だから、なかなか聞いたことないような高校とかが勝ち上がってきてるんですよ。両方とも負けてるんですよ。
春日部共栄さんも、浦和学院さんも。翔平よりもちょっと年上の人で、栗山っていう選手で、2000本安打すでに達成してる選手がいたと思うんですけども、彼はもともと兵庫県の育英高校出身なんですよ。で、その当時は春日部共栄か浦和学院さんどちらかのところに、140キロ台で、良いフォークボールを投げるピッチャーの岡本選手だとか、まあ、そういった人たちがいて、まあ、そこと、甲子園で試合をしたりだとか、まあ、その時にその頃、2番バッターで、すでにクリーンナップを打ってた人で、まあ、この選手はきっと活躍するっていうことで、まあ、当時から、まあ、僕は言ってたんですけども、まあ、それで、まあ、伝わったりとか、まあ、テレビの頭の中で考えた内容が、テレビ局のマスコミとかがで、まあ、もしくは球団とか知って、まあ、獲得に動いた方かもしれませんけども、まあ、やっぱり活躍しました。2000本安打達成してますので、まあ、話戻しますけども、法の音の平等とかありますので、まあ、大谷翔平選手 そのワールドリングを取らせたいっていうようなこと、去年ワールドベースボールクラシックが終わった時、まあ、僕は言ってたですよ。で、まあ、山本由伸投手もそれ込みでドジャースへ加入してと、まあ、そういうふうな部分があったと思うんですけども、まあ、これも最後まで、終わってみないと、まあ、どういうふうな形になるのか、ア・リーグ、ナ・リーグ、どこが優勝してどこが、まあ、ワールドシリーズになるのか、そしてワールドシリーズを制するのはどこの球団になるのかは今のところもわからないです。日本とかで起きてる現状を見ると、法の下に平等っていうのはこれかなり効いてると。まあ、兵庫県もそうですね。あとはもう他の都道府県もそういうふうな状況結構あるんじゃないかなと思います。だからその辺のところで、去年その、あらかじめ言ってたじゃないですか。その、これ多分フィリーズがそうなるみたいなこと言ってたじゃないですか。なんか途中で勝率、まあ途中の時ですけども、ものすごい勝率だったじゃないですか。なんか7割ぐらいな、7割ぐらいの勝率になってませんでしたっけ。それが6割後半だとか、そこまで行くと、これ多分去年のその100勝以上した球団と、これ同じコースたどるから、これ、でも多分フィリーズがそうなるわみたいなことも僕途中から言い始めてたと思うんですけども、まあ98勝で終わらせてるところはこう今のところまだその辺のところ、多分100勝超えたらもうダメだと思うんですよ。その法の下の平等のところで多分古いにかけられるっていうところ、去年を見る限りはもうその形になるんだろうなっていうのが、まあ僕の見立てで、まあまあ、ワールドシリーズは今のところどこが優勝するかもまだ全くわからないですね。まあ今回は、まあ盗塁の数を日本人選手として新しく更新したりだとか、まあキャリアハイの54号のホームランだとか、まあ他にも、まあ、どう言ったらいいんですかね、累積安打って言ったらいいんですかね、400塁打を、大幅に、超えていてだとか、そこへまあフォアボールとか盗塁の数とか含まれたら、これはもうすごい数字になるんだろうなと、まあ、それはその選手の、オフェンス面での、能力を示すものであって、あとは、まあ、まあスポーツコーナーのところにまで嘘がどれだけ混入しているのかどうかわからないですけども、メジャーリーグの、まあ、だいぶ以前の人たちも含めてなんですけども、バットのスイングスピードが、大谷翔平選手8位というような形で表記されてたんですけど、一番驚いたのは、芯で捉えてる確率は翔平が1位だったんですよ。
二刀流を進めるときに、僕は高校生の頃の翔平を見たときに、その広角打法ができてる、非常にこういろんな球に対応できてると、その芯で捉える能力が高いっていうことを言ってたと思うんですけども、それプラスそのピッチャーとしても160キロ台を投げていましたから、これは両方を継続して行っていれば、両方、まあ、ものになると言ったらいいんですかね、こう、大成すると。まあ、そういうふうなことを言ってたんですけども、まあ、芯で捉えてる確率が一番高い1位っていうのはびっくりしました。まあ、やっぱりそれでかと、まあ、流し打ちで、ホームラン、だいぶ、左中間の方の、中段のあたりとかまで、まあ、翔平飛ばせるじゃないですか。だから、まあ、飛距離は、やっぱり芯でしっかり捉えてるからなんでしょうね。これはね、まあ、日本プロ野球界としても、まあ、そういったところは見習うべきであって、まあ、途中から結構打率三冠王を多分意識した打ち方をしてたんじゃないかなと思うんですが、あとは、まあ、試合の、局面といいますか、場面に合わせて、まあ、上から叩きつけての速いゴロを打つような形とか、まあ、体勢崩れながらですから、もちろんホームラン狙いじゃなくて、とにかく、芯で捉えて、まあ、ヒットゾーンへボールを運ぼうとするような、打法だとか、まあ、非常に多くのものを、身につけてるなというのが、私の印象です。ということで、大谷翔平選手、今シーズン、見事な成績おめでとうございます。ということで、プレーオフ、どうなるか分かりませんけど、プレーオフって言ったらいいんですかね、ポストシーズンって言ったらいいのか、よく分からないんですけども、まあ、その辺のところ、まあ、どういうふうな形になるのか、まあ、いろいろと、まあ、まあ、ちょっと怖いなと言うと まあね、もうね、これね、まあ、いろんなことを、期待しながら まあね、確実にね、未来の時間軸からテレビのニュース見ながら、頭の中供給する方法は知ってるんですよ。まあ、盗塁の時だったら足の力とか。各自の言葉は各自の責任。これなんですよ。僕は動画で、まあ、あれこれ公開して言ってきたわけじゃないですか。で、まあ、そこには証拠があるわけであって、OS 型のコンピューターが稼働するわけであって、それで頭の中とかがこう自動で時間軸を超えていたとか、まあ、そういうふうなところがかなり効いてるんじゃないかなと思います。こういうふうなところの話とかも聞いていただいたら、以前僕、東京オリンピックが始まるだいぶ前から、そのオリンピック出場する選手の人たちに、まあ、ある程度の成績を出してきた人たちは、もうこれ、出るからにはもう自分から言うようにっていうようなことを言ってたんですよ。それは何かって言ったら、金メダルを狙いますと。それを言うことによって、世界ランキング1位の人との差だとか、それをどうすれば、埋めれるかをまず考えるようになって、まあ、技術的な練習もそうですけども、なんか練習の取り組み方とかも変わってくると、まあ、こういうふうなことも言ってたんですけども、その自分で絶対言葉にしなきゃならないんですよ。それは証拠ですから。法律側のコンピューターとかの稼働とか頭の中の騒ぎとかあるから、それも一つの要素なんですよ。いろんな要素があって、たくさんそれを、もう頭の中とか言ってます。そういう要素をたくさん埋めた方が達成できるんですよ。まあまあ、そういうふうなところも含めて、まあ、僕いろんなこと言ってきてしまった方ですから まあまあ、自分で自分に負担かけてしまってる部分もあるんですけども、まあまあ、頭ケアなく、今シーズン、まあ、ちょっとね、よい結
結果とかこういうこうたたらを踏むというかね、こう本当の意味では言うと、あのたたら場っていうところは、あの昔こう金属とかを溶かしていて、こうふいごでね、こう風を送ったりしてるのがたたら場で、本当は勢いつける言わせようとする方というわけで、ちょっとね、あのあんまり話し込むと時間もあれですので、あれの意味は実際よくわからないんですけども、どうやらその人たち、あの3者連続ホームランと翔平さん打席連続ホームランしてるんでしょ。それは阪神タイガースが優勝した時のあの、うん、3人連続ホームランとかと同じようなケースです。似たようなものですよ。まあ、話は大体そういうところまで遡ります。以上です。まあ、僕の話は本当だいぶ奥深いですよ。これだけ年金入ってると。まあ、シーズン終わった後、まあ、会う機会があれば、まあ、楽しく話ができたらいいんじゃないかなと思ってます。うん、という、翔平の声が返ってきてます。電波ですけど、あとは天の神様への安全のお祈り、まあ、忘れることなく、もう大体もう0時00回って天の神様への安全のお祈りをしなかったら、ちょっと前までね、コンピューターさんがずっとごちゃごちゃごちゃ言ってきて、強制労働と同じやって状態で、これスポーツ界だけに言ってるんじゃなくて、それ逮捕証明ですとか、まあ、その辺の要素とかも大きいですから、まあ実際風とか取れてますからね、まあいろいろ頑張って、対応しようと思ってます。まあ以上です。ちょっとまあ僕は10月3日まで、日本時間の日付でお休みということで、スポーツの勝ち負け、まあ、勝手に、休みで、行動しようと思ってます。以上です。Amazon プライムビデオ加入してる意味が全くなくなって、全然見れへんやこの遊んではならないルールとか、ホームページは YK スケールできる一番見てたら、全く遊んでない日、これで4日目ですとか5日目ですとか書いてるでしょ。生きた心地しない、これ本当に。それプラス、あと、あんまりね、その遊んではならないルールにこだわりすぎると、昔もともね、バンドのグレイの皆さんとか、ビーズの皆さんとかと、一緒に、フルーツラパークで働いたりとか、まあ、向こうが働きに来たりだとか、まあ、そこでいろんなことを会話したりだとか、そういう、大事な記憶っていうものが、まあ、他の人たち、他のバンド関係とか、ジャニーズの人たちとかもそうなんですけども、どちらかというとジャニーズもそれから売れてる方なんですよ。スマップの人たちからで、それまでジャニーズの人たちのその売れ方っていうのもそんなにものすごいわけじゃなかったんですよ。まあ阪神・淡路大震災の後ですね、世界中へマーケットが広がっていったのが、だからまあその辺のところは世界中の政府上層部の人たちとかフルーツラパークに集まって、その阪神・淡路大震災があって、まあエネルギーの残存量問題とかいろんなことをひっくるめて、まあ娯楽分野、ちょっといろいろ進出させてくださいというところで、あとはまあクオリティで、あとは消費者の方が選んでいただいてと、まあ、マーケティングのところは、まあ、ちょこっとさせていただいたりだとか、まあまあ、ちょこっとというか、まあ、だいぶ販売戦略っていうのは重要ですから、いろいろとさせていただいてる部分もあるんですけども、まあ、日本の場合は音楽業界とかと、まあ、漫画、アニメ、ゲームだとか、まあ、そういったところになってくるんですけれども、まあ、スポーツ界でいうと、まあ、海外進出なんですが、まあ、その辺のところはエネルギーの残存問題を考えると、まあ、サッカー界も野球界も、もうみんな変えてきてっていう話になるんですけども、それは日本だけじゃなくて、他の国の人たちも自分の母国に戻って、まあ、世界戦が今ありますから、まあ、それで、出場するような形で、それで、まあ、対応してくれたら、大リーグって多分、東地区、中地区、西地区で6球団ずつになると思うんです。まあ、それでエネルギーの消費量っていうのはかなり抑え込みます。これは本当にだいぶ違います。そういうふうな工夫とかも、まあ、トゥシャースと、
その契約年数10年って見た時びっくりして、嘘これその話全然進まない、はあ、というようなねこともいろいろありながら、まあまあいろんなこと込みで、まあ皆さんいろいろ悩みながらね、これだっていうところは進めていって、対応できたらいいんじゃないかなと思ってます。以上です。今シーズンの、まあこれからが正念場ですけども、本当に、すごい成績おめでとうございます。55本打ってほしかったんですけど本当のことに、いや多分ね翔平の方でも打率の方を狙いの打ち方にして、こう三冠王を狙いに行った方が正解なんじゃないかとか、もう僕もそれ意識し始めましたし、多分それ伝わってると思うんですよ。で、まあその盗塁の数とまあまあ、ホームランの数、55本55盗塁達成した方が良かったんじゃないかなとか、まあそういうようなことも、まあ昨日の前日の部分ではもうこれ三冠王無理だなっていうのは、僕ももう大体それはちょっとね、数字的に4打数3安打以上をしないと、まあ相手が首位打者の人がヒット1本打ったら、でまあその人の成績を考えたら、まあ1試合に1本ぐらいヒット打つだろうなと。でそれ200本安打がかかってるから、そこも全力で、ヒット1本打ちに来るだろうなっていうところですから、それヒット2本打たれたらもう4打数4安打でも無理でしょう。だからこれはもう多分無理だなっていうところがもう前日の中では、まあ僕の中であって、まあけどその塁打数400を軽く超える数字だとか、まあ翔平のその成績を見ると昔のバリー・ボンズさんようやったなって自分で思います。本当あらかじめ言ってたんですよ、ウルツラパークで。でまあその辺 あのバリー・ボンズさんの時も解説席の人がまあ神戸とか言ってくれてたような気がするんですけどね、その当時メモリアルの73号だとか、が打ってる途中か、あの人の成績の場合フォアボールかヒットの半分ぐらいが大体ホームランっていう形になってくるんですよ。もう多分あれ限界値だと思いますよ。で多分2カ国のせいだと思います。まあ日本は多分僕だと思います。でアメリカの人たちと、でそれはオリンピックとかではあるんですよ。今世界中はその国連加盟国ですから、本当は国際連合国なんですよみんな。で、そこを国境で分けていて、そこの国境内で、統治をしていくと、まあ、そういうふうな形ですから、オリンピックとかパラリンピックとかでその日本の力というか、まあ僕はたこやこんでた力を間違って他国の選手に渡してしまって、どうなったかって言ったら、水泳なんですけどね、こうまあ画面があるじゃないですか。でまあこちらからこちらに向かってこう泳いでるとするじゃないですか。世界記録のラインがここなんですよ。選手もこの辺まで行っていて2カ国乗せちゃったあれね、肺活量とかも自分の酸素とかも遅れるんですよ、神がかり的な力で。びっくりするでしょ。長距離走とか全然話変わってきますから。だからこのスポーツの勝ち負けとかしていて、まあピッチャーの人とかが息上がりそうになってる時をこう助けるために、僕家の中でね、スポーツの勝ち負けで頭の中とか供給していて、こう座ってる状態ですよ。僕は息上がりそうになってますから、まあ、酸素とかはだいぶいってる。いろんな方法があるんですよ。血液の方法もありますし、なんか頭の中だけじゃなくて、なんかその、これ全部使ったらどうなるんだろうって、いろんな意味で、こっちも。昔、羽生結弦選手が4回転半とかをし始めるとか、世界、どっかの他国の人が4回転半をし始めたんですよ。フィギュアスケート。
ちょっと待ってくれよっていう状態。これ頭の中もこれ足の力もこれ絶対大量供給せなか。じゃこれね、4回転半を飛べればいいっていうものじゃないんですよ。あれ、綺麗に飛べたかどうかで点数全然変わってくるんですよ。綺麗に飛べないんだったら、4回転の別に他のジャンプをしといてくれればいいっていう話になってくるんです。ドループでも何でもいいですけども、何でもっていうわけじゃないんですけども、まあ各ジャンプによって点数変わってくるんですけども、まあ難易度の高さによって、そう、4回転半を2回も入れるの。足痛めてる時にするの。まあね、まあ、昔羽生結弦選手がまだメダリストじゃなかった時に、東日本大震災があって、彼ももともと被災者だったんですよ。で彼に送った言葉が、とにかく全力を尽くしたらいいと。それで被災地の人たちは分かってくれると、その全力を尽くす、そのものすごい苦難があったとしても全力を尽くすんだっていう、その姿勢、それによって火つく人とそうじゃない人で、まあその火ついてから、まあそこから、まあ再復興だとかで、また再事業に乗り出して、もちろんそこで破産を通す人たちも出てくると思います。ああいう状況下ですから。だからもうそれは良かれ悪かれの部分はあるにせよ、どこかで一歩踏み出さなかったら何も始まらないんですよ、絶対に。じゃあ生活保護者じゃないですか。だから破産法闘争が生活保護者になるから話同じなんですよ。可能性があるとしたら火つく方向ですから、なんかまあそこで、そういうふうなことを言って、まあ、そこで彼はその後、金メダリストに、なってるんですけど、まあ、ちょっと話し出すと長くなるので、ちょっと時間を意識してこれぐらいにしておきます。